松木屋は、藤原北家中見角流本州にあたる、公家、家族。公家としての価格は、ウリン家、家族としての価格は、白尺家。当初は、中見角を称していたが、室町時代以後加盟を松木と改めた。家業は、楽道、将。藤原の道長の子である、藤原頼宗、趣味や不は共に、右大臣を務め、その子孫を、中見角流と称し、 松木家はその着流にあたる。春家の着南剣、大納言宗春が中御門に邸宅を持っていたことから、中御門と合したのが始まりとされている。宗春は将、笛の達人として知られていたが大臣には登らずに没した。その子、藤原宗忠は右大臣に登り、弟の宗介は大城大臣、宗忠の着南宗義は内大臣に登った。 宗義の古典大納言宗家は偽装苦行の一人であった。宗忠は日記、中浮を表し、宗介は八階大臣の故事で知られるが、正式に中身門を加盟としたのは宗家の彦にあたる宗忠氏、胸ザネ兄弟が宗春の章、笛の才能と名声を慕って付けたものと言われている。中身門家は、科学的には、ウリン家とされているが、一般的なウリン家とは違い、 この絵地章から大弁に昇進して、三義を兼ねるというウリン家と名家の昇進過程を合わせ持つ特殊な家であった。極端な例としては、南北朝時代の中見門宗重の例があり、小納言から、この絵章章、この絵中将を経て、左大弁となり、再度頭中将となって苦行に上って、県中納言を極端としている。ただし、 松木家は若くして出家もしくは病没する当主が多く、県中納言もしくは賛義を極端とし、苦行に至らずに没する当主も少なからずいた。また、戦国時代には生活困窮から伊勢国に下校していた時期もあった。室町時代の宗和の第二加盟を、松木と改める。その子胸次が、早期以来260年ぶりに、県大納言に就任し、またその子、 宗綱は、室町幕府将軍、足利義種の信任を受けて11位巡大臣となった。また、江戸時代に霊元天皇の天子となった宗子は、東山天皇を生んだことから、東山天皇の外祖父となった松木衆長とその子、宗剣は内大臣に任ぜられ、宗剣の次男衆長も巡大臣となったが、その後は再び当主の交代が、相次ぎ、低迷傾向が続いた。 それでも、外赤となったことで、家領は、江戸時代初期の191国余りから幕末には341国余りに増加している。松木胸ありの代に、明治維新を迎え、その子、宗隆の代に、家族礼によって伯爵に助せられた。なお、宗子が生んだ、東山天皇は、第126代天皇特人たる、現在の皇室の先祖にあたるが、 同じく宗子が産んだ福子内新郎は、伏見の都に栄新郎との間に、定立て新郎生みそれが、旧皇族十一宮家の先祖にあたることから、松木家は現在の皇室と旧皇族の共通祖先たる公家にあたる。飛鳥正春の子、加山の院正し博の子、樋口長安の次男、国立歴史民族博物館の、 急行給料取調部データベースより算出した幕末期の松木計量は以下の通り。ありがとうございます。